世界の仕組み、破壊の権化ですら失わせることのできないもの。思いや絆はどんな断りも超えてきっと力になる。それは暗闇の底でもがく井戸にだって届く。届けるために私たちはここにいる。だから私たちは絶対に諦めない。グランサイファーは暁の空を駆ける。悲しき破壊の竜を追って。受け取りました。無血の封印術なんですが、支援します。どうか井戸君を。陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。全ての力を出し切って勝ってください。何も怖くなんかねえ。全部俺が守ってみせる。任せとぜ。バハムートオルタ、創生神をかたどった死銀の竜、破壊と再生をもたらし、生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊のサイクル、人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。ヒドさんの痛み、悲しみ、なしさ、少しの間だけど一緒にいたから知ってます。こんな終わり方はギドさんが一番望まないはず。してやるぜ。だからバハムートが何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。リド君、君はリリスの投稿の最大の被害者であり、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君をたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕、思いと絆の尊さ、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は同じ星の民である僕にも責がある。
神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないの？こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら、目には目をってな。ルリア、こっちもバハムートを呼べねえか？少し、時間をください。終末の光、破局をもたらす神の炎、死んだ万象の断りを超越する力を持った。今この場で空の全てを破壊するつもりか？ひどさ、それがお前の望むことなのかよ。違うだろ。絶対に逃がさねえ。しかし、これではまだ。野郎、ぶっ放してくるつもりだ。みんな、私のところへ集まってください。みんな、ルリアの元へ急げ。私が、みんなを守ります。皆さん、これがルリアちゃんの。お願い、バハムート、答えて。イド君そのものを核にして牽引していたのか。イド君のこの姿は人の身に破壊神を宿しているの。したがって存在権の主従は未だイド君にある。であれば希望はあります。肉体が分離している今、イド君とオルタの霊的なつながりを立てれば。目を離さないように。イド君、自分で言ったことは最後まで貫き通しなさい。ユリアちゃんを守り抜いて証明するんでしょ。ギリスに利用され倒したまま終わっちまっていいのか。そうはならねえって自分で言ったんだろうが。構うな。構うわよ。あんたみたいな不器用で危なっかしいやつ放っておけるわけないじゃない。違えねえ。とことんまで面倒見させてもらうかんな。逃げろ逃げろ。逃げるものか。ここにいる全員は仲間を見捨てたりはしない。決して。いつまでもいじけてんじゃねえぞ、イド。このまま世界をぶっ壊しちまったら、お前の心も気持ちも全部嘘っぱちだったってことになるんだぞ。みなぎってきた。
姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。さらにために馬鹿力で何もかも守ろうとしてるのがお前だ。守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ、自分の本当の気持ちってやつを。そうです、自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんなんです。誰のものでもない本当の井戸さん自身。思い出して、井戸この力で空もルリアもお前たちも。あの空間にあるの、そうか、オルタが本来存在している空間のゲートか。核であり、より代となる肉体を喪失したオルタはこちらの次元に定着し続けられない。ここが最終局面です。ああ、こいつを倒し、リリスとの反省に蹴りをつける。気に食わないだろう。俺に与えた竜の力、せいぜい利用させてもらう。こんな状況だと言うの、しっかり焦りを感じないもの。俺たちは歴戦の貴婦人だからな、どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきたわね。もちろんこの続きだろ。俺は感謝してるぜ、感謝と。お前たちと空の旅ができていることによ。私も同じくだ。空を守るため、必ず勝つ。私たちの旅はここで終わりません。やっちまおうぜ、相棒。でもってみんなでまた旅の続きだ。パリュッタロ任せて。アレスマグ、やったね。ひらめけドミネンスフレア。了解。レリア、ダッシュ。わかるんだ、これは偽物じゃない、間違いなく本物の俺自身だ。資源の竜、闇の炎の子、何時の名は、バハムート。
ました。オルタは核を失い、別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。ご心配なく、すぐに戻ります。無事なのか？どこにいんだ？どこでしょう？とても遠く？おい、ふざけてる場合か？バハムートを封じ込めた空間、次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは、いえ、残された時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。なんとかならないの？ああ、落ち着いて。まあそう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらいなんとかしてみせます。お任せあれ。ローランド。そうですね、僕が戻るまでの間、ポルカのみんなのこと少し気にかけてもらえると嬉しいです。こんな大変なことになってしまって、みんな不安に思っているのか。
かって。この空域で最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お、母上の分も俺が。まあそう気負うもんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ポルカへ。だな。とにかく謝らせてくれ、特にお前たちには。神器くせえな。気にしてねえって言っただろ。少なくともここの連中はな。空域はエインステッド軍とフォルカに向かって全速前進だ。あなたも私を助けてくれました、ありがとう。ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、ゼーガグランデ空域、そこで私たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時とともに空へ抱いた温かな希望、そして失って手繰り寄せてもう一度つないだ私とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと私たちを待ってくれているから。私たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。